え以前ニコニコ動画の生みの親子と川上信夫を頭がいいと言ってましたが何を指していたんですかあとペンギン村以外に新しいことを何かしてますか別に新しいことしてないですけどまだ川上さん頭いいと思いますけどね一応そのドワンゴっていう会社が着メロでうまくいってで着メロの時代が過ぎた時にニコニコ動画っていうので当ててそれなりうまくいってでニコニコ動画がダメになった時に今 N 校でそれなりうまくいってるんですよねあの日本で今一番生徒数が多い高校って N 高校なんですよ なので、あの日本で一番生徒数が多い高校を運営してる人っていう形で、あの割とちゃんと当てるとこ当ててるんですよね。なので、あのその何回も当てるって結構やれる人少ないんですよ。でもそれなりにビジネス何度も当ててるので、なんで川上さん優秀だと思いますよ。